島翔也27ビッグマウスは注目されるために無理してた子育て環境の良い国でプレイしたい妻と娘とキンプリのライブ行くのが夢。J でよくねえか？なんで治安悪いトルコ行ったんや。そこしか必要言うてくれなかった。プレイヤーとしては知らんけど生き方としてはこういう考え方もええと思うけどな。まさかキンプリの夢が叶わんとはな。くさ。引退するまでキャラ貫けや本田さんを見習え。中島翔也ってポルトガルリーグでの試合後に監督から激怒されたアホやろ。そこから信用されず試合に出られなくてトルコに移籍って感じか。ポルト45億でカタールから日本のエースを獲得したぞ。中島翔也出産立ち会いのためにチーム離脱するポルト監督エーデニアリ。中島翔也妻が喘息でコロナ感染が不安だから合流できないポルト幹部。翔さん金稼ぎたいから中東行ったのに代表関係者からポルト行ってくれとそそのかされてこの仕打ちだから本当にかわいそう。